おはようございます。すいません、すいません、声が。おはようございます、すいません、おはようございます。おはようございます。今日はすごく眠いです。ハロウィン公演ですね。仮装は決まりました？こう来られる方は。何、木本姉妹のハロウィンメイク見てない。絶対かわいい。今日の公演とかって皆さんハロウィンメイクされるのかな。ハロウィンメイクってどうやってやるんだろう。寒いな。いつも配信ありがとう。いや、これこちらこそ。あ、部屋間違えたかと思った。あ、見ます。ハロウィン、今日の公演、ハロウィンメイクなんですかね。
ミス原がハロウィン配信いいですね。若干ハロウィンっぽい色を使ったりするんですかね。ハロウィン配信気になります。そう、昨日のメールでも書いたんですけど、なんか最近政治の仕組みが分かってきて、公民で習ったんですよ。ちょうど今社会公民の分野なんですけど、あ、そう、昨日オイスター食べました。そうなんです、オイスターね。オイスターって牡蠣って意味なんですね。意外と分かんなくないですか？オイスターソースとか言われるから、なんかそんな牡蠣っぽい感じしないのにオイスター牡蠣だったんだ。うわあ、俺ありがとうございます。そうだからね、なんかそう、今まで与党とか野党とか全然何も分かってなかったんですけど、うん、なんか分かってきました。今年小さいんだ。あ、そうなんですね。ブルドッグソースはブルドッグのソースだよか。そうなんですね、面白い。生牡蠣ですね。衆議院議員別名では何という、え、わかんない、なんて言うんですか、なんて言うんだろう、わかんない。そうそう、最近あの、あ、佐藤さん、そう、最近あのあれですじゃないですか、なんだっけ、ちょうど選挙とかあったりしたから、なんか普通にそう授業を受けるだけじゃなくて、なすごく授業を受けて、ああこれ今日の投票でやってたなみたいな、ちょうどいい時期に習いましたね、私は。衆議院選挙、ああ、うん、代議士っていうんですか。へえー、すごい。国民の代わりに会議するみたいなってことですか。そういうことじゃない。いや、なんか今までそこまで政治に興味なかったんですけど、習うとなんか楽しいですね。楽しい。うん。なんか。マジですか、いいですかね、私議員のことを先生と呼ぶ、へえ、そうなんだ。代議士は衆議院議員のことだけで参議院議員には使えない。あ、そうなんだ。
ですよね、ちょうど今絶対入試でそう、政治とかちょうど選挙あったし。でもめっちゃ忙しいらしいじゃないですよ、国会議員じゃなくても大臣にはなる。え、あ、そうなんですか。え、知らなかったです。うん、あ、せいじさんも確かに、そ、いや、そりゃそうですよ、可愛いですし。なんて言うとしたんだっけ。そう、めっちゃ忙しいらしくて、あ、仕事行ってらっしゃい。なんか通常国会ってあるじゃないですか、常会みたいな、国会の通常国会がなんか1月の中旬ぐらいから始まるみたいなのがあって、なんか教科書になんか年1回って書かれてたんですよ。年1回前1月からみたいな、で会期が150日って書いてあって、年1回で会期が150日ってどういうことだって思ったんですよ。私その1日を1回と見ると思ってたから。で先生に聞いてみたら、その150日間ずっと会議するってことなんですね。それを1回っていうらしいんですよ。だから月から金までずっと国会開くんですって。150日だから、なんか1月から5月ぐらいまで、でもなんか延長が1回ぐらいまでできるみたいな。ね、めっちゃ先生生き生きしてましたよ。あのなんかすごい授業してる時が一番生き生きしてる、あの先生ね、めっちゃ分かりやすかったです。あのびっくりしましたね。めっちゃ忙しくないですか。なんかそう、政治家の方の1週間みたい なんかグラフみたいなのが出てたんですけど、月から金は会議みたいなのして、東京とかで会議とかして、土日はなんか地元に戻って演説とか地元のテレビに出るみたいな。あ、委員会でやりましたよ、委員会。そう、なんか学校みたいにそうなんか委員会あるんだって思って、ちょっと親近感が。委員会でみんな入ってるみたいな。え、給料いいよ、わかります。え、書いてあった、そんな書かれるんだって思って。なんかあの聞けるっぽいんですよ、その国会での話し合いみたいなのが聞けるみたいな。1回ぐらいは聞いてみたいなって。なんか裁判とかの時もなんか聞ける、ぼ、な、な、ぼ、な、何席でしたっけ、聞ける席みたいなのあるじゃないですか。そんな感じでなんか国会もありませんでしたっけ。 そこに行ってみたいなって。え、そうそうそう、傍聴席1回はどこ入ってもいいか。なんか今日めっちゃ飛ばしますね、ギャグ。傍聴席。お、田中角栄さんは新潟の方じゃないですか。新幹線通してくれた方みたいな。私の友達が代議士の第三秘書してたけど、めっちゃいいことと悪いことがあるみたいで。あ、そうなんだ。すごい面白い。
勉強会も大変だね。新幹線あるのありがたいですよね。だって新幹線なかったらめっちゃ大変じゃないですか。新幹線のおかげで2時間ぐらいで東京行けるけど、なかったら車で5、6時間とかですか。まあ18歳になったら投票もできるので、そう、それまでに。え？補助席から銀さんゲームしたの見て告発して勇気ある学生いた。あ、そうなんだ。すごいね、新幹線すごいですよね。新幹線好きです。今日は珍しく前髪が割れてないです。あ、これは割れてる。楽しい新幹線ですって。確かに。新幹線なかったら新潟に法廷とグループできなかっただろう。わあ、素晴らしい新幹線だ。投票できるまで3、4年やね。あ、もう23歳だから。権利ある。ついにいじられるようになりましたか。私もというか、すごい、私もあるのかな今。でも3、4年後って考えたらね。でも来年の夏にあれですよね、参議院の、あの半分変えるみたいな。参議院半分ずつだからよくできてるんです。あの、もし衆議院の選挙と参議院の交代の選挙が被っちゃったとしても、その参議院の参議院の半分の議員さんは残ってるから誰もいないみたいなことはないんですって。私ちょっとそれ聞いて感動しちゃった。よくできてるなーって。資格、ですよね、そうですよ。新幹線なかったらマックスとき315号もなかった。てんてってんてんがなかったんですよ。ですが何、わかんない。何人だろう。358。どうですか、違いますか。何人ですか。465。全然違う。465なんですね。460。
え、オーレも465ね。じゃあちょっとあの投票、いつか投票する時のためにも政治に興味を持って頑張りたいと思います。そうですよね。では誕生日読みをさせていただきます。まあたくさんありがとうございます。ハートもお菓子もお化けもありがとうございます。キラキラ、いきます。はい、13位 You are love you なほこちゃん、ありがとうございます。12位ダンヤさん、ありがとうございます。11位のむさん、ありがとうございます。10位マッチさん、ありがとうございます。9位みーさん、ありがとうございます。8位ともじい社長チューン、ありがとうございます。7位ケロちゃんさん、ありがとうございます。6位 RC さん、ありがとうございます。5位ナッチ0617さん、ありがとうございます。4位ヨシさん、ありがとうございます。3位デゲ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 じゃん、フォワードカズさん、ありがとうございます。2位デケ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 じゃん、おじゃさん、ありがとうございます。1位はどんだけいいの。1位はデケ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 じゃん、耳でパパ、あーありがとうございます。メール読みました、ありがとうございます。なんかやばい、呼び捨てで呼ぶの緊張しますね。私基本的にその時ありがとうございます。いやいや、たかしゆにこゆうたん、ありがとうございます。せーの、ユニコーンじゃんけん、じゃんけんポン。あれ、私昨日もパー出しましたね。呼び捨て、私あ、ロッチさん、うん、はい、ロッチさんでポリを読ませていただきました。楽しかったです。爪痕残して負けた、あーパーです。はい、ありがとうございました。バイバイキーン、良い一日をお過ごしください。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。